今日私服だね。めっちゃ印象変わった。マジで？なんか、古着とかも着るって言ってたから、そっち着るかなって。あ、マジで？そう。みんなシンプル系やって、俺だけカッターやったから。え、でも全然めっちゃ似合ってる。ガチで？うん、思ったよ。めっちゃ嬉しい。そう、感想言うって言ってたじゃん。そう。だからちゃんと言いたくて。そう、俺も言いたかった。なんか、初めさ、気づいたから、自分の服を紹介してたやんか。うん、やったね。そう、その時に、うざなにだけ、それ思ったさ、思ったのさ、思わせぶりよ。でもね、なんか聞き間違いだったら恥ずかしくて何も言えなくて、本音です。マジで嬉しくて、それめっちゃ今日ずっと考えてた。タイトにして後ろがポイントです。編み編みになってます。めっちゃいい。ありがとう。めっちゃ可愛いなる。ありがとう。ほんまやで、あれはやばいよ。なんかタイトな感じやんか、でめっちゃスタイルいいから、自分のスタイルに合った服を着るのがめっちゃいいなと思って、そう、あれは言おうと思ってたというよりはもう自然に出たみたいな。え、やばい。何それ。そんな感じ。ちょっと照れるじゃん。正直、一番誘った理由は、なんか俺めっちゃさ、行きたかったね、そっちの組に。あ、え、そうなの。そう、クラブよかったんや。いやけど、そうだよね。でも初めての時に全員と話してから、言ってたね、行きたい人にツーショット言うって言ってたやんか。だからちょうど話してない2人やってん。あ、そうじゃん。そう、だから俺も全員話したんよ。おお、そうだ。その上で、一番話したい人誘おうと思って、いたよ、誘ったのがうざなやった。え、嬉しい。そう、今日そう誘おうと思ってさっき様子見たの。マジで。そう、そしたらツーショットいいですかって言ったから、あ、やばって思って。え、めっちゃ嬉しい。そしたらいいですかって言われて、やばいってなった。そう、めっちゃ誘う気やった今日。ほんと？そう。いっぱい話したいことある。うん、話そう。そう、お互い、もう俺も何でも聞いてます。あ、分かった。今日は NG なしでいきます。じゃあ今日は NG なしで何でも答えます。え、なんか、いきなり。いいよいいよ。今、気になってる人何人いる？2人。教えてほしい。あ、いいよ。1人が英気で、1人がガチで。ガチ。めっちゃ嬉しい。やばい。結構ガチ。うん、悩む。俺も言う。うん、俺も2人って言ってたよ、昨日から。で、1人がマジで、1人がウタナ。おお。で、この2人で、正直な、どっちかを誘おうと思ってたん今日。で、俺が誘いたいのがウタナやった。めっちゃ嬉しい。何それ。ウタナも今日誘いたかったよ。めっちゃ嬉しい。そう、話したくて。うん、昨日しか話せてないし。あとさ、めっちゃ話変わるけどさ、なんか香水使ってる？めっちゃいい匂いするなって。え、使ってる。何のやつ使ってる今？ディオールのやつ使ってる。マジで。うん、ディオール好きな。好き。え、ほんまに言ってる？うん、なんで？なんで？見て。ねえ、待って。最悪。ディオールなよ。同じだね。そう、俺も前使っとって。あ、ほんと？そう。で、めっちゃディオールの香水いいなと思って。そう。え、匂いがいい。わかる。なんかいい匂いだよね。でも香水めっちゃ好きで、集めるの好き。あ、マジで？どんなの集めてる？あれが好き、白と。待って、匂い見て。ホワイトリリーです。めっちゃいい匂いする。白使ってるってこと？白好き。俺サボもホワイトリリーを持ってる。ぴったりじゃん。めっちゃ好き。え、やばい。いい匂いだなと思う。わかる。めっちゃわかる。めっちゃ好き。思った？え、なんかちょっと近づいた時匂いする。そう、めっちゃいい匂いだよ。嬉しい。あと、そうだね、好き。香水、いい匂い好き。わかる。匂いわかる。めっちゃ大事だな。そう、こういうね、やっぱ趣味が合うのはやっぱいいよね。なんか付き合ったらのことを考えてほしくて、一番楽しそうと思って、長続きしそうと思って。言ってたよね、長続きする恋愛したい、楽しいなと思って。めっちゃしたい。なんかこれから、話していって、めっちゃ仲良くなったとしても、友達とは思われたくないね、ほんまに。分かった。でも、基本友達ぐらい楽しいけど、ちゃんと好き同士っていうのが一番いい。分かる。そう。なんかさ、夜やん、なんかしたくないですか？したいです。花火とか。え、したい。
花火しませんか。しよう、ガチ花火しよう。しよう。あら、おー、いた。え、めっちゃ良くない。え、やばい、なんかさ、ちょっとさ、線香花火感めっちゃ良くないこれ、うん、綺麗。ハートかっこいいね。せーので、いけた。いけないよ。せーの。超いい。超いい。完璧。俺は2回目のハートやる。そうだよね。太陽やから。あー、そうじゃん。めっちゃ綺麗じゃん。やばい。なんかさ、星みたいじゃない。わかる。え、しかもさ、夜空だからめっちゃいい。完璧やん。え、めっちゃ綺麗やで。頑張ってください。効果。え、マジで落ちるで。ちょ。ねえ。やばいやばい。やばい。やばい。待って、想像以上だった。やばい、めっちゃ綺麗。やばない。やばい。待って、待って。めっちゃ綺麗じゃん。やばいよ。やば。おー。やばい、めっちゃ綺麗。めっちゃ思い出じゃないこれ。うん、めっちゃ思い出。やばい。最後、超楽しもう。よし。これ最後やから。オッケー。おーい。よし。うわ、すごい。おー。めっちゃ綺麗じゃん、パチパチ。え、めっちゃ綺麗。やばい、すごい。すごい。うわ、すごい。おー。すげえ。やばい、めっちゃ綺麗。やばない、めっちゃ綺麗。手つないだ。これができたね。何が？あ、いい、いい構図。終わるまではつないでたい。終わるまで。赤い。青きます。次マジで絶対来ない。うわ、来へんって。めっちゃいい。やばい。あ、緑になった。すげえ。めっちゃ綺麗。終わっちゃった。そう、初めて手つないだ。マジ？今回の恋して。そう。初めてが、ともあきです。うわー、嬉しい。え、なんか、思い出作りたいなと思って。めっちゃできた。忘れんとってほしい。忘れない。こういう感じ。こういう感じや。やばい、花火の印象よりこっちの印象が強すぎて。そう、急に来てマジびっくりしちゃった本当に。女の子扱いすごいされてるなって思います。いや、だってすごかったじゃないですか。多分手つなぎ大きかったです。不意の、しかも本当にしたいって思ったからしたみたいに言われて、はっみたいに思って。そう、だからちゃんと自分の気持ち整理していきたいなって思ってます。いや、僕の中でも結構絞れてたんで取られたくないなって思って攻めました。なんか向こうの、 あの気になってる人に僕が入ってんのが知らなくて、聞いてなおさらアタックしたいなって思いました。なんか話せば話すほど自分が歌の気持ちがちょっと強くなっていって、それで今はツーショット終わった後は歌の方がちょっと強いです。いいぞ。この旅が始まった時、私はまだ誰にも恋していなかった。でもなぜか君を目で追っていた。初めて恋を知る瞬間、恋する週末ホームステイ、毎週火曜夜10時。